昼ごはんは出雲のイオンモールで長崎ちゃんぽんを食べています。いないんで、一回電車で戻って、一応俺のルールは戻るのは電車とか公共機関使って OK なんで、新宿ところまで戻って、そこから広島に向かう車とかを探したいと思います。やばすぎる。ちょっと道がもう多分ビデオじゃもう全く見えないね。違う、こっちか、それだ。え、こっち？あ、もう全然わかんない。暗すぎる。宮島サービスエリアの最終兵器、豚麺です。これはもう前から持ってきました。やばい。今日はここでサービスエリアの横にある芝生の上に雑誌を引いて、まあ多分前のパーキングエリアからはだいぶ良くなったと思うんで、同じくしたいと思います。おやすみなさい。